サイド720 B7 ですね。この B7 ってすごくかっこよくやるのが難しい俺の中では技なんですけれども、まあ、イサオはすごく得意な技でワンローテで回したり、あえてツーローテにしてシャッフルをしてみたりとか、すごいいろんなバラエティー飛んだアレンジのキックトリックとして、まあ、イサオはやってますね。ランディングがね見やすくて、フロント着地っていう着地なんで大きく飛びすぎても立てるし、ストンプしやすい技なんで、みんなもちょっとブラインド方向に回るスピンで怖いかもしれないけれどもチャレンジしてみるのもいいと思います。アプローチ、バランスを崩さないようにトゥーエッジへの荷重のしすぎは NG です。テイクオフ、寝抜けにならないようにしっかりと板の上に、重心を持ってきて体を起こしたまま踏み切りましょう。空中ではスタイルを入れてぶっ刺したり、ひねったりシャッフルしたりカッコつけまくるのがポイントです。でグラブを離すタイミングがポイントです。この離す力によってスピンをコントロールしましょう。着地が見えてきてからは飛びすぎていても根性でもうイサオのようにストンプして立ってください。クイックレスキュー1、両肩を水平に先行させること、これすごく大事だと思います。リップに対してテイクオフの時に両肩をリップに対して水平に先行する。でその時に頭が下にね下がりすぎちゃうとまくられたり軸がおかしくなってバランスが悪くなるので、しっかりと板の上でに重心を持ってきて、それでリップに対して水平に両肩を進行方向に先行させる。でズバッと抜くのがコツですね。クイックレスキュー2、ランディングを見続けないように。ランディングを見ちゃうと要は目線を止めるってことなんだけど、そうすると回転を止めることになっちゃうんで、しっかりと体全体で進行方向にリードするようにしてください。じゃないと止まってしまうので、しっかりと見続ける。いいこと言うね、イサオ。クイックレスキュー3、体全体を使って回転を調節する。最後の合わせなん でブラインド7ってどうしてもね後傾着地になることが多くてケツを打ったりするんで、グラブを離す力をうまく利用して上半身をかぶせたり回したり、回転が足りないと思ったら回したりで、回転が余ってるそうだと思ったらその逆をしたり、うまく体を使ってかぶせてランディングすることが大事だと思います。これまたイサオいいことですね。